サラダタブレとは、世界最小のパスタと言われているクスクスを使ったサラダになります。ではクスクスの中に沸騰したお湯を入れて、このクスクスを戻していきます。ある程度混ぜないとくっついてしまうん でこれだいたい混ざったら少しラップをして温かいところに置いといてください。まあ5分ぐらい。そしたらちょっと膨らむんで。ではドレッシングを作っていきます。この鍋にタオルを巻いて、この上にボールを置くとしっかり固定されるのでやってみてください。ではボールの中にマスタード、あと赤ワインビネガー、で軽く塩をして、この中にサラダ油を入れていきます。サラダタブレ用なんで結構もったりした感じのドレッシングになります。ちょっとね、油の量が少し多いんで分離しないようにゆっくり混ぜていくのがポイントです。じゃあ油を入れ切ったんで、塩と胡椒で味を整えます。はい、クスクスが完全にお湯を吸った状態になりました。じゃあちょっとこれ固まってるんで、ちょっとほぐしていきます。簡単にほぐれるんで、ほぐしてるうちに熱が勝手に取れていくんで問題ないです。ではしっかりほぐれたんで、具材とドレッシングを入れていきます。でまあ全て入れないで、後でちょっと野菜を入れてから微調整します。ピーマンはまあ僕は皮を剥いてるんですけど、これは別に剥かなくてもいいです。刻んだミントですね。でちょっと味見をしてみます。もう少しドレッシング入れますね。で最後塩で味を整えます。はい、それでは完成です。クスクスはお湯でふやかせば食べられるので、とても手軽です。ミントを入れると清涼感が広がって、さっぱりとたくさんいただけます。